放送席、放送席、今日のヒーロー、8回に見事なホームランを含む3安打猛打賞、森下選手です。お願いします。伝統の一戦、激闘を制しました。今、タイガースファンから大声援を受けましたが、今どんな気持ちですか？いや、すごい声援が後押しとして、ホームランが伸びてくれたんで、よかったかなと思います。ホームランが伸びてくれたという話がありましたが、その前にも2安打を放ちました。いずれも初球打ちでした。持ち味が出たんじゃないでしょうか？そうですね、これが持ち味だと思っているので、ここはぶらさず明日明後日もやっていきたいと思います。そしてあのホームランですが、9球粘って右方向へ見事なホームランでした。振り返ってください。いや、試合前に監督から右中間に打ってこいっていうアドバイスがあったので、その通り行けました。ということは岡田監督に感謝ですね。はい、そうですね、はい。森下さん自身は4本目のホームランになりますが、ビジターで打ったホームランは初めてのホームランになりました。改めて敵地で打つホームランというのはどうでしょうか？まあ、こういう痺れる試合がたくさんある中で、こういう1本が出たってところは良かったなと思うので、まあ、ここで終わらず、これからもしっかり打ってきます。さあ、7月の下旬から3番に座って13試合経ちました。見事な働きですが、改めて3番の役割を教えてください。いや、もう前にも後ろにもいいバッターがたくさんいるので、もう自分はしっかり自分らしいプレーっていうのを意識してやってるだけなので、チームが勝ってるのでいいかなと思います。5連勝になりました。森下さんにとっては初めての夏の長期ロードですが、長期ロード6勝1敗、タイガースファンにも支えられてのこの数字だと思いますが、ファンに向けてメッセージをお願いします。いや、本当に声援が後押しとなって勝てているので、これからも応援よろしくお願いします。素晴らしい。